フードストアオキは静岡県の東部、伊豆半島を地盤とする中堅スーパーマーケット。株式会社アオキが運営。旧店名はスーパーアオキ。1957年に伊豆半島の加茂郡下川津村で創業。半島南部で徐々に店舗数を増やし、平成に入ってからは半島北部や静岡県東部にも進出した。さらに2006年より県外への進出も開始し、同年10月には東京都江東区のアーバンドッグららぽーと豊洲に、2012年7月には神奈川県横浜市南区に、2019年6月には同市旭区に出店している。食文化のパラダイスを標榜し、鮮度や品質にこだわった食材に力を入れている。また、各店舗には自動演奏のピアノが置かれている。創業から本社を河津町に置いていたが、2012年4月をもって静岡県沼津市大岡に移転した。なお、愛知県を地盤とするアオキスーパーとの関連はない。AAB 会社概要、株式会社アオキ公式サイト、スーパーアオキ、下田町棚、店が今月25日で閉店。伊豆新聞。2020年5月13日閲覧。ありがとうございます。